ストリート美食テクニック。はい、小十子です。ストリート美食テクニック SBT というらしいです。掛け合わせみたいな、コラボみたいな、ドッキング、いや、なんて言ったらいいの。はい、ネットで話題になっていた食品を食べたいと思います。全部セブンイレブンさんの商品です。たっぷりコーンスティック、これ好きなやつ、美味しいよね。レジの横にあるホットスナックっていうの、お惣菜、こちらを挟んで食べてみたいと思います。はあ、絶対美味しいだろ。これだけで美味しそう。いや、美味しいんだけどね。こういうことね。唐揚げ棒、豚ロース串、燻製粗挽きフランク、短い。食べよう。めっちゃワクワクする。どんな味になるかっていうね、ワクワク感ね。これがネットで出てたたっぷりコーンスティックとビッグポークです。いただきます。絶対美味しいでしょ。あ、ツバが溜まってきた。美味しい味が分かるときって、ここにツバが溜まりませんか？溜まるよね。食べよう。やって、これ絶対やってみてください。うまっ！やばいぞこれ。あ、もうめちゃくちゃジャンキーなんですけど、もう思った以上にうまい。ビッグポークフランクの塩気とコーンとマヨネーズのまろやかさがドッキングしてめちゃくちゃ美味しいです。で、食感もビッグフランクのパリッパリじゃないね。なんていうの、プチ、違う違う、何、パキンあるじゃない、なんかこう パシュとコーンのプチプチ感がとてもいいです。癖になる。うまっ。やばっ。
ちゃくそ合うこれ。うわうまっ。めちゃくそやなくてとても合います。これ絶対美味しいと思ったからビッグポークフランクは2つにしました。もうなんかこうやっちゃいけないことをやってるような。マスタードとケチャップのアクセントが最高です。セブンイレブンといえば唐揚げ棒コラボ。これね、ネットには別に載ってなかったんだけど試したかったんです。ちょっとドキドキ。うんうんうん、おいしい。ビッグポークフランクに比べるとややあっさりっていうか結構あっさり。おいしい。うん、肉が柔らかくてコクがあるというか、まあっさりしとる意外と。豚ロース串塩味です。大丈夫かな。うまっ。いいいいね。おいしい。スパイシーさとあのまろやかさが溶け合ってる感じです。食感が豚肉の割と歯ごたえがある食感なんで、これも楽しめます。噛めば噛むほど味わいが出てきます。うまい。燻製粗挽きフランク。ビッグポークフランクよりはちょっと短い感じですね。一気に高級感が増しました。ねえ、おいしい。おいしい。すごく甘みが凝縮した燻製粗挽きフランクです。これはなんか高級感がすごい。おいしい。ごちそうさまでした。ストリート美食テクニック SBT 最高に美味しかったです。
皆様もぜひお試ししてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。もうめっちゃ美味しかった。もうぜひやってほしい。まあ激高カロリー、カロリーはやばいと思いますけどね。